っちの方も。そう、どうですかね。僕はもう本当にゆっくり上がったタイプだと思って。あ、でも行ってもらったんだね、はい、いや長田充さんでーす。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。元気ですか？元気ですよ。長田は引退したっていうのは、はいはい、発表はしてるんだっけ？発表は、はい、最後に所属してた東京ユナイテッドで発表させてもらいました。なるほど、はい、今シーズン、いつから今の仕事を始めたの？で、今年も現役を続行したかったんですけど、うん、チームがなかなか決まらなくて引退するっていう決断に至ったんですけど、うん、まあ、仕事自体も3月の25日から、うん、今の仕事に。今の仕事っていうのもね、皆さん多分知らない人が多いと思うんですけど、どんな仕事を今してます？文化シャッターさんにお世話になっていて。はいはい、文化シャッター。で、今シャッターを作ってます。作ってる。はい。シャッター作ってる。作ってるんです。営業とかじゃなくて、はい、工場、栃木県の小山市、はいはい、小山工場の方でシャッターを作らさせていただいてます。ガラガラガラってやるでしょ。そうです、そうです。商店街とか、うんうん、もっとこう大きい飛行場とかの大きいシャッターとか、お金持ちの方とかが使う、かっこいい感じのシャッターとか、いろんなのがあるんですけど、あと、まあ、あとドアとかも作ってるんですけど。まさかの文化シャッターだったからさ。まあ僕もちょっとあんまり想像は自分の中でできなかったですけど。浦和レッズのスポンサーでもあるじゃないですか、文化シャッターは。はい、そうですね、はい。で、東京ユナイテッドもね、文化シャッター。さんがスポンサーっていうのもあるけども、はい、そういうつながりもあってっていうのもある。そうですね、はい。普通って言ったら変だけど、こうサッカー選手とか、まあ、プロ野球選手もそうなんだけど、はい、結構引退すると営業みたいな仕事をね、する人って多いんだけど、ね、はい、営業向いてないからそっち行ってるの？いや、まあ、そういうわけじゃないんですけど、ちょっと父親が映像のコンサルティングの仕事をしていて、行くは僕もそういう道に進みたいなと思いまして、で、まあ、でもそのためには全くサッカーしかやってこなかったので、コンサルなんかできないので、現場経験も全くなかったので、はい。で、実家は静岡でしょ？静岡です。どこなの？静岡のどこだっけ？今静岡市ですけど、まあ、旧清水市です。あ、清水なんだ。中学校まで清水のジュニアユースだったの？そうですね、ジュニアユースで、高校が静岡学園。で、それは清水に上がらなかったの？清水には、上がろうと思ってましたけど、静岡学園が熱心に誘っていただいたので。で、高校サッカーを目指したわけだ。で、長谷部が同級生だよね。そうです、長谷部が同級生です。で、その時は選手権は？選手権は僕が1、3で出て、長谷部は多分出れない、インターハイ出ましたね。長谷部がね、ミツル、ミツルってずっと言ってて、ミツルって誰なんだったら、そう、長田ミツル、あ、柏のやつか、みたいな話はしてたね。入ってた時に。ミツルって言うよね。言います。静岡のなんかイントネーションがあるんですよね。静岡弁だよね。もう誠って言いますけどね。誠っていうの？普通は誠なんですよね。誠だね。まあ、静岡って結構独特な言葉のイントネーションあるよね。ありますよね、はい。静岡の人たちと話してると、あれなんかおかしいなって思う時あるんですよ。時々出るんだよね、静岡の人たちもね、やっぱね。誰か強い人います？訛りが。さすがは。さすが。強烈だった。さすが。はい。そこからじゃあ柏レッズ行って、はい、新潟レッズっていうところもね、浦和レッズ来た時に、まあ俺は多分これ出会ってるんだけど、あの時も代表入ってた時だよね、ちょうどね。そうですね、まあ初めて呼んでいただいたのはジーコさんってちょっとだけ入りましたけど、うん、2回目の代表に呼ばれた時はちょうどアジアカップがあって、うんうんうん、優勝した時なんですけど、あの時にアジアカップ行ってて、そのままこうレッツに移籍って感じだった。慌ただしかった思い出はありますか？柏からこう新潟浦和レッツっていうところは、この移籍っていうのは結構いい感じのキャリアアップなんで、はい、私の方もそう、どうですかね。僕はもう本当にゆっくり上がったタイプだと思って。でも、ここもらったんだね。はい、いや。今活躍されてる方から比べたら。で、レッツの後ってことだっけ？ヴェルディだ。そうです、ヴェルディです。で、ヴェルディ行って、東京ユナイテッド行って、引退っていう、まあそういう現役生活ですけども、ね、はい、どうですか、現役生活振り返ってみて、18の頃レイスル入って、こう、ずっと積み上げてきて。はい、正直言うと、こう、辛い思い出の方が、先に出てきますけどね。どんな辛い思い出？キャンプの時のフィジカルが毎年来るじゃないですか。うん、もうそれ嫌だなって思い、もう、とりあえずそれが来ます、僕は。
走るの嫌だなっていう走るの嫌いだそうな感じで走ってるもんね。嫌いですね、まあ、若い時は良かったんですけど、うんうんうん、やっぱりその前十字を切ってしまったあたりからちょっと体重とか筋量も上がってきて、その辺からちょっとこう、うわ走るのめんどくさいって思い出して。え、それはいつの時？新潟？新潟ですね。レーソルで初めて切ったんですけど、うん、で新潟移籍したタイミングでもう一回逆を切ったので、はい、じゃあただ単のこのフィジカルっていうのはもう苦痛でしょうがなかったんだ。そうですね、うん、まあ今だからやめてキャンプやめ行かなくていいなっていう解放感はちょっとあります。なるほどね。そういう経験をね、はい、して、はい、ね、ベルディ行ってもそうだけど、まあ最後ね、ほら、まだまだ現役に関わりたいってことは言ってたじゃない。はい。そこはやっぱり、まだやれるっていう自信もあっただろうし、もっとやりたいっていう気持ちもあった。そうですね。やっぱり、裏の最後ぐらいと、やっぱベルディでの出場数が少なかったので、なんか最後もう本当にもう体疲れたっていう感じで終わりたかったっていうのはあって、僕自身も動けることに自信はあったので、もう一度やりたいっていう、こう、なんか知らないですけど、30超えてからサッカーを続けたいっていう思いが非常に強くなって、初めは僕もスパッとやめたいなと思ったんですけど、なんか知らないですけど、みんなにも言われるんですけど、お前がなんかそんな固執するの珍しいなっていう、サッカーに。なんか変化があったの？家族が、まあ、子供生まれたとかそういうのもあるの？これはあんまりないですけど、本当僕自身です。僕自身が本当にもうサッカーを倒れるまでやりたいなっていう。思いにはだんだん強くなってきたんですよね、うん、どう倒れるまではやれなかった感じ。悔いはもちろんありますね。ありますけど、まあみんな絶対悔い残るじゃないですか、引退する人は、うん、何かしら多分カズさんでも辞めるってなったら絶対悔い残って何かしらの悔いは残って辞めるじゃないですか。うん、でもね、なんかまあ俺の中での考えなんだけど、静岡出身の人たちはすごいサッカーに対する思いとか、もともとの技術もやっぱりあれ高いじゃない。清水の人間もそうだし、当然藤枝もそうだけど、静岡全体でやっぱりレベルが、個人のレベルが高いっていうのと、自分のサッカー感がしっかり してるっていうか、すごいなって思うんだよね。もう高校の時からナナミとかさ、あの辺と話してて、こいつらすごいなって思って、はい。あ、そうですか。サッカーに対する思いとかも、はい、静岡の人たちも熱いなって思う。柏レイソル、アルビレックス、新潟、浦和レッズ、東京ヴェルディ、はい、J のチームでこうやってきた、永田充が選ぶベスト11を、ベスト11ですか？はい。ゴールキーパーですか？うん。周作ですかね。西川周作。なんか西川はほら、怒らないんでしょ？怒らない、怒らないです、怒らないです。これすごいよね。いや、すごいっすよ。優しいと思う時あるんですよ。例えば、永田のミスでピンチになるってこともあったわけだよね。はい、それでも別にそんな怒ったりしないんだよ。怒ったりはしないし、まあ、吠えてる時はたまにありますけど、うん。いや、でも、次々っていう感じの、タイプだと思うので、周作優しいなと思いながら。そっかそっか。それみんな言うもんな。じゃあディフェンダーはどうしましょう。ディフェンダーですか。薩川さんですね。薩川さん。はい。薩川さん、本当1対1が強すぎてびっくりしました。あ、釣りバックのいいですかね。釣りバックはいいですよ。本明坊さん。本明坊。確かにね。そうだね。すごいよね。左はマッキーですかね。あ、マキの。秋はやっぱあんだけ攻撃できるし、うん、まあ1対1も強いですし、本当年下ですけどめちゃくちゃ頼りになりましたよ。じゃあ中盤はどうしましょうか。いっぱいいるよ。中盤いっぱいいるんですよ。ボランチ、うん、ダブルボランチ、ダブルボランチでやっとさん、まあ、遠藤ね、やっとさんと、あ、一人にします。僕はどういう感じですか。準備してくれなかった。全然大丈夫、思いつきで。右側が第2試合、第2試合の右側に見せたい。あ、これはあの、ウィングバック的な、ね。そうですね。はいはい。ワイドね。左がアレックス。アレックス。だってトップ下2人ですよね。スピートップなんだ、スピートップだ。ワシントン、とりあえず。一番前、ね、ワシントン。ワシントン。これはワントップ気味に。はい。あ、ワントップにワシントン。サンチョルさん。ユーサンチョル。ユーサンチョルはどこですか？一個下で。あ、シャドウ的な。はい。はいはいはい。エメルソンですかね。ああ、エメルソン。で、ワントップワシントンで、エメルソンとユサンチルのタブ。はい。はい、あと、じゃ中盤の上がり目か。コンヌさん。おう、コンヌ、コンちゃんね。はい。コンちゃんとエンド、コンちゃん上がり目？コンちゃん下がり目ですね。じゃあ、ボランチ2人だ。そうですね。はい、ボランチ2人します。なるほど。キーパー西川で、サツカは、コンミョンボ。コンミョンボさん。はい、マキノ。で、ボランチでエンドとコンヌ。
で、サイドが西大吾とアレックス。で、スリートップか。ワシントン・ミルトン。ユーサンチュル。ユーサンチュルもすごかったよね。いや、すごかった。しかも、全ポジション、ハイクオリティでできるんですよ、あの人は。それがすごかったです。そうか、そうか。いいメンバーとやってるね。いや、本当に、勉強になるメンバーとやらせていただきましたね。これからも、まあ、レッズの OB としてもね、そうだし、声かけることもあると思うので、はい、またゆっくりちょっと。ぜひ、よろしくお願いします。うん、あ、佐藤ね。はい、お願いします。ありがとうございます。また連絡しますんで、ありがとうございます。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい、さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札